全国一斉トマバ祭り。まあいい感じに、まあいい方ですね、回ってるかと思います。観光農園の遭難の動画が始まるよ。はい、長男です。今日はですね、全国一斉トマバ祭りなるイベントが開催されるということで、トマトの培養土、トマトの苗用意しました。苗は全トレンと一緒でブラックチェリーリッチですね。またさくらんぼという名前の苗を、トマトの苗を植えます。で、今回はですね、トマトの培養土、去年植えた時に茎ばっかり太くなっちゃったんで、今回は全、この間の動画と同様、のやり方で自作の培養土とトマト培養土1対1で、これちょっと多めで20リッターですねで用意しました。はい、では作業の方をしていきたいと思います。苗の方はちょっとね、葉っぱが悪くなっちゃってるんですけど、まあ、この苗でやっていきたいと思います。で、いつものようにマンダ酵素31号に、吸水してあります。はい、ではですね、そこに穴を開けていきましょう。黒い跡がありますんで、だいたいこの通りに穴を開けていきましょう。トマトバイドは、ね、こんな感じですね。ヤシ殻とかね、肥料分とか入ってますね。いきまーす。で、これを混ぜていきまーす。これに入れていきます。これでね、一袋できました。まあ、そこから出てくるぐらいね、吸水をしましょう。はい、そこから出てきたんでね、苗の方を計測します。まあいい感じに、まあいい方ですね、回ってるかと思います。じゃあこれをね、これはね、自根苗なので、まあ多少深植えでも問題はないですね。よし、
そしたら支柱を立てます。はい、ということで支柱を立てました。はい、ということでですね、今回は全国一斉トマバ祭りということで、宮崎大輔さんがねやってるイベント、みんなでミニトマトを袋栽培で育てようというイベントですね、ということで苗の方を植え付けしてみました。この動画はね、これはまた動画というかね、また動画にしたりインスタとかツイッターでアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター、フェイスブックにやってます。ぜひフォローの方もよろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。バイバイ。